吉田さん、まさに、やれよってことですよね。あの、やっぱりね、やる、やらないは、本当一回きりなんですよ。やりましたって言っても一回なんですよ。でも、常に選択を求められたときに、その一回の選択でやるってことを選んだ方は、その一回一回が積み重なっていって、気がついたら千回万回になってるんですよね。でも、やるかやらないかって選択で、まあいいか、明日でいいかっていう人は、 そのやらなかったっていうゼゼロロ回が積み重ななってどこまででもゼロなんですよ YouTube を見てるとね本当にすごいなと思うのがトータルで2万本っていうとまあ一言で言えちゃうんですけどもでもその2万本っていうのは一本一本の動画が3分なり5分なり20分なり中には1時間2時間なりそういった時間が積み重なって刻んでるんですよね。 YouTube の動画の本数どれだけ足しても自分の人生よりは長くならないんですよ。だから本当に人生の自分の人生の一部をそこに置いてるに過ぎないと。で、YouTube なんてね、忙しくてできない人もいるかもしれません。でも本当に忙しいんですかね仮に忙しいとしてそこまで忙しくしていてなんで楽にならないでしょうかうん。これはね、 何とも言えないところなんですけども、うん、砂場の砂をね一粒ずつ数えて「忙しい忙しい」って言ってるのかもしれないんですよつまりはやっても対して自分の人生にメリット液をもたらさないもののために忙しいと言っていてね「労を多くして実りなしみたいなことになっちゃってるのかなとでもテクノロジーの力を使えば少ししかやってないのに 多くの成果をもたらすものって見つけられるんじゃないかなと思うんですよね。あのアフィリエイトをやっていて、まあ、どんなことに気づいたかっていうと、同じブログを作るのでも、アクセスを呼び込みたいブログっていうのがあるわけですよね。YouTube をやっていても、いやどんな動画を作れば、高い広告収入、単価が得られるのかってことに、やっぱりこう、行き着くわけなんですよ。じゃあ YouTube だったらね、投資系の話をすると、 投資の広告証言講座の広広告告証座がつくんですよその確率が高いんですよ。でそういった金融系の広告ってのは広告単価高いですからしかも口座開設とかしてくれたらそこからもねアフィリエイト報酬入りますんで結構単価としては稼いでくれるんですよね。まあ、けど人間が出てこないペットの動画とかねなんかカモがバタバタと羽ばたいてる動画とかあると思いますけどもあそこに付く広告って。 ほとんどないんじゃないかなと。何の広告がつくんだろうなと思って、ね。ペットのあれですかね。餌の広告ですかね。ペットの保険ですかね。もう数百円ですよ、こんなになってくると。数百円の商品単価のうちに、紹介報酬ですから、数円とかになってくるんですよね。割が悪いかなって思いますこれもだから数やっていったら分かることなんで、やっぱり YouTube 動画もね、1000本やって分かること、1万本やって分かることって全然違いますからね。 で、吉田さんもそうですけども、私も、万っていう単位でやってきてねあ、確かに違うよねってことがあるんですよ。うん、単純に、ものを言うと、1万本動画アップロードすると、大体1億円ぐらい、あの、稼げるなと思いましたね。広告収入もありますけども、主には、その1万本の中で作り上げた信頼の向こうにある商品販売ですよ。うん、だからこれがあるから、YouTube ってのは、使う人によって、まるで、 効率が良かったら悪かっったた悪りするんでしょうね一見この私は吉田さんの効率の悪そうな投稿っていうのがまあなんか普通の人ができるもしくは普通の人以下の何をやってもダメだって人ができる効率の良い方法だってことはまあなんとか見えてきたような気がしますね。うん、ということで今回はね効率の率ということでお届けしましたけどもあなたの効率はいいですか悪いですかいってらっしゃい。